羽田通る5月15日から1955年4月13日は、東洋史学者、京都大学名誉教授、文化勲章受賞者、文学博士、1882年5月15日、京都府峰山町に生まれる、内藤コ南、桑原直蔵らと共に、京大東洋史学の黄金期を築き、災害史の、災域史の研究において、 ユーラシア大陸各地の異文を解明するなど、日本の三域史学の確立に貢献した。内藤、桑原の亡き後は、宮崎一貞や田村実作りらを率い、世界的な東洋史研究の拠点としての兄弟の立場を確固たるものとした。1938年には、同じ文学部教授であった、浜田工作教と帝国大学総長の旧姓に、 伴い公認総長に任せられ、厳しい時局の中で人文科学研究所、結核研究所、木材研究所などの設立に尽力した。また、広い学識と知見を持った羽田の弁説は、しばしばた大学の総長を圧倒した。その弁説をもって、 1943年には大学院学生の特別研究制度を実現させた。京大農学部グラウンドで行われた学徒出陣式の際には諸君、生きたまえ、そして帰りたまえ、大学は門を開いて諸君を待っているという訓示を行い、多くの学生が涙したと言われる。なお、京都帝国大学、京都大学では、 羽田を最後に文学部から総長に選ばれた者はいない。1955年4月13日、水臓岩に肺炎を併発して京都大学医学部附属病院で死去した。内陸アジア研究の発展に寄与した功績を検証するため、1966年に旧自宅付近がユーラシア文化研究センターになっている。主張の一つである西域文明史概論。 西域文化史が1992年平凡社東洋文庫から復刊された。息子の羽田明も東洋史学者、孫の羽田孝一は西アジア史研究者、同じく孫の羽田忠はイスラーム史学者である。学外における役職。ありがとうございます。